かりと捕まっててくださいね。いきますよ。ダメです。みんな死んでます。それだけじゃないみたいです。どうやらこの人たちを手引きした仲間も。でも。この人たち、みんなクマソです。ほら、ここ。なんだ、つくもか。大きな声を出すな。ちょっと疲れただけだ。問題ない。ラチもない。
許せ。お前まで巻き込んでしまうところだった。私と来なくて正解だった。殺すなら今が機会だぞ。案ずるな。お前の気持ち分かっている。立場が逆ならば私も同じだ。それにだ、この低たらくでは抵抗すら満足にできん。そこに おあつらえ向きの獲物もある。一思いにやるがいい。します。つくも様、押さえててください。う痛いですか？でもよく効く血止めだから。甘いな。敵に情けなど後で後悔。そうかもしれないです。でもそれならなおさら私なんかの手で死んでもらっては困ります。だってあなたは戦巫女なんですよね。それならあなたの信念に従ってきた人のためにもここで死ぬべきじゃないです。私はお前の敵だぞ。はい、でも私は人を殺すことはまだ教わってませんです。
サチカ。ではなく、その治療には感謝する。あ、はい、それほどでも。感謝はするが、ただ この薬、まさか。はい、虫です。ちなみに、なんていう？あ、いろんな虫混ぜましたので、例えば、いや、言うな！言わなくていい！なんだ？私だ。味方？ふん。向こうはそう思っていなかった。潮時だったようだな。クマソにとって隼人の私の価値は。おとりだよ、私は。それに敵国の手にかかれば、その後いい名目になる。隼人も私の弔い合戦ならば死ぬ気で戦おう。情けない話だ。正直、隼人はもう限界なのだ。今年はサンガの獲物の数が極端に減ってな。日常の糧にも困るありさまで、ついには我が子を間引きする者まで現れる始末だ。そんな時に戦などしても勝てるわけがない。それに勝ったところで長続きなどしない。それだけにイザナミの暗殺の対象、クマソからの援助は魅力だった。だから
をする以外何かできたというのだ。つくも、祭りが落ちたのは知っているか？はい。母上様の手紙では、すべての貯蔵作物が灰になったと。このままだと、ひどいです。連絡は、手紙以外にはあったのか？え？いいえ、それだけですが。ならば。それは罠だ。ちょ、どういうこと？乗せられたのだ、私もお前たちも。私たちのは陽動で、本来の目的は邪馬台への輸送隊の襲撃。女王イザナミと将軍スサノオの謀殺。じゃあ、あの母上様からの手紙は偽物だ。末了はまだ落ちてはいないはず。というよりも落ちるわけがない。あそこは邪馬台の中でも要害の地だ。奇策で落ちるものではない。輸送隊同行となると車両を守りながら戦わなくてはならない。しかもその積みには邪馬台の生命線と思い込んでいる食料だ。いくら勇猛な泉の兵でもそんな状況で戦えば間違いなく不利。不意打ちか、あるいは夜打ちでもかけられれば身動きが十分取れずに苦戦するだろう。そんな、イザナミ様。泉の女王の性格を逆手に取ったものだな。几帳面な女王だ。確実に食料を届けるために自分も同行すると言うだろう。そこを襲うというわけか。待て。
落ち着け。どこへ行くつもりだ。お前一人で行って何になる。足手まといが関の山ではないか。いや、わかるな。冷静でない兵など格好の獲物だ。それにどこに向かって行くつもりだ。闇雲に行っても戦場にたどり着かんぞ。策はあるがな。襲うとすれば一箇所くらいだ。そこへ案内する。お前はそこでイザナミかスサノオに会ってことを伝えて、泉の軍を撤退させろ。包囲網が完成する前に。勘違いするな。別に泉とかイザナミがどうなろうと私の感知することではない。ただ小娘のセリフだ。イザナミはまだ死ぬべきではない。つく様、今回だけだ。騙し討ちもそうだが、クマさんのこんなやり方には納得できん。それだけだ。それとサチか。その呼び名はやめろ。なんだ。問題ない。